よし、じゃあ行こうか。安心しろレミ、俺がついてるからな。昔は一人で頑張ったものだが、今は団体行動してる。これは止まらん。さすがね。ナイスショット。渡りガラスか。だが普通のカラスじゃないよな。どういう仕組みなの？私も頑張らないと。やるじゃないか。手間かけ。
この安全を確保してくれたんだね。ありがとう。チームで動けば生き残りやすくなる。それに何か面白いものも見つけやすくなるかもな。気をつけろ。あいつの腕は厄介そうだ。ここはプロに任せるではよさそうだ。女性と家庭を持とうとしてたんだ。でもこんなことがあった世界で子供を育てていくだなんて想像できない。完璧な世界は厳しい。いつだって問題は尽きないものだ。お前たちの子供が誰かの人生を明るく照らすかもしれない。それエドガー・アラン・クローの意見じゃないわよね。あなたも子供は欲しい？家庭っていうのは始まらないものでも、こんな戦いを共にする私たちは家族同然でしょ。私の天使グリボンちゃんの調子はどう？
吸血鬼のネストがある。近くにネストがあるわ。ネストだな。レッドフォールでの楽しい思い出とは言えないな。渡りガラスか。だが普通のカラスじゃないよな。新しいやつだ。すごい見た目だな。吸血鬼の自然な生態だ。面白い。こりゃ慎重に進めないと。わかりガラスか。だが普通のガラスじゃないよ。目を覚ます。まるでツバメだな。あの触手は
るとヤバそう。振動を確認。これは当てられそうだ。崩れる前に中を覗けるかも。レミ、質問がある。ブリボンは自立した思考ができるのか？
アンと博士が一人で出て行ってしまったの。お父さんから連絡があって助けを必要としているとか。引き止めたけど聞く耳も持たなかったわ。私たちじゃ止められなかった。彼を探してちょうだい。彼の無事を神に祈る。ポエム野郎はどうなるか分かってるわね。また一匹地獄行きだな。化け物になっても死からは逃げられない。余裕だよ。警報かよ。
私の天使、グリボンちゃんの調子はどう？ボルトアクション。渡りガラスか。だが普通のカラスじゃないよな。グリボンの調子は？グリボン、それは何？